やってみて、閉めてみてください。暑いからね。リラックスできる時間があると助かります。わあ。とにかく静か、あの乗り心地がいい。乗り心地がもう最高です。プラダのワンピースをね、あれちゃん着てるんですけど、大人になっちゃって。本番何描く？アイス描く？はい。何のアイス描くか。いちごアイス。いちごアイス？うん、これと一緒。あ、おめでとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。2段階は UM を、ママ空と私たちで進みますということで、ちょっと簡単に解説していただきます。おめでとうございます、はい、時刻は10時3分になりました。4月9日土曜日、カラフルスタイルラボ始まります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今はね、YouTuber と自分のビジネスをしています。日本で紹介されてないものがたくさんあってですね、そしてやっぱりメディアだけのその広告によって購入される方が多いと思うんですけど、実際本当にリーズナブルな値段で安く求める素敵な商品がたくさんあるので、そういう商品をメインとして今展開をしています。で、皆さんが主に韓国の情報をメディアを通じて多分取り入れる方が多いと思うんですけど、メディアの方々がやっぱり資本主義の中でお金だけを考えてしまうと、やっぱり刺激的な単語を使いがちなんですけど、そういう情報をまず信じないこと、本当の韓国、本当の日本っていうところを見てほしいっていうのを、私は本当にそう思ってるんですよね。ありがとうございました。お疲れ様でした。あっという間でありがとうございました。ラディオの진짜오랜만이다。근데시간이진짜빨리가네요。이게왜냐면라이브만해도제가2시간혼자떠드는데5명이얘기하는데30분이야 짧지되게재밌었어요재밌었고팬들이많이봐준것같아서좋네오디션듣게되나요아하이또시간아래쪽에있는다감사합니다좋았다네네멋있었다좋았다맞다네맞다どこかで会えるといいね韓国語勉強とかもしてるんですか？ですね、ドラマを見て、それを真似て喋れるのか、過去してるって感じです。もし分からないのあったら、聞いてください、いつもでいいと思います。ありがとう、ありがとうございます。バイバイ。皆さんこんにちは、ジェンです。今日は今の車の最後の運転です。今日は納車日です。今日私は車を取りに行くまでが最後の運転です。何か悲しいですね。黒いベンツ있지？이거아파트야이거혁명이차야이거가져갑니까？車買い替えする。大きくなったら買って。大きくなったら一人で買う。何を買う？大きくなったら車一人で買うの。何の車にしたい？ピンク。ピンク？うん。242。バック画像。ギアをバックに入れなくても見れるってことですか？そうですそうです。わかりました。もしっかり押すと消えます。どこに行くの？めっちゃ考える。座って。ここが窓があるよ。また前窓なかったでしょ、あるから空がよく見えるね。こっちから、お空が大きく見える。わあ。温度も後ろで全部できるんですよ。オートになってて、ちょっとうるさいかもしれないけど、で上に上げると温度上げる。いいね。なんか前は
頼まなきゃいけなかったんだけど。やってみて、閉めてみてください。後ろ暑いからね。うん、あーこれね、もう、うん、はいはいはい。이렇게하면은뾰뾰기가完全に寝ることができる。静かに。うん。で前もなんか後ろでできたような気がするけど、今ちょっと覚えてなくて。うん、ここにはない感じがする。ソファどうですか、ソファ。うん、確かにちょっと広い気がする。足伸ばせるの良くないですか。ああ、そうですね。思ったよりなんかここねあるないすごい差があるから。うん、なんか木み取れそうじゃん。うん、ね。ちょっとでもやっぱりリラックスできる時間があると助かります。ぴょぴょぎにはほんと十分だね、これ。너무넓지생각보다。이거찰거야찰거고아빠가이걸이렇게눌러줄거예요。あまり喜べなかったけど今良くなりました。心の拠り所、お台場に来ました。良くなって良かった。あー、このお皿見て、すごく、まあ、これちょっとお腹空いてるんですね。ちょっとお腹空いてるんですね。お腹空いてるんですね。ノーシャビなのにちょっとごめんなさい、皆さん。ちゃんとしたちょっとレビューができなかったっていうこともあって、ちょっと動画内容自体はちょっと薄いんですけども、まあこれがリアルですからね。まあ嘘はつけないし、今日はまあこれでいいのかな。うん、でも今は良くなってよかった。うん、ちょっと見えるかな、これ今携帯で撮影してるので、ジェイちゃん調子悪いと思ってもう撮影しないように。誰か乗ってる。でも本当にそれどころじゃなかった。カメラ置いてきちゃったんですけど、もう本当もう自由ですね、みんな。ヘウンデを思い出します。はい、じゃないよ。よぎった、ケイだ。ヘウンデ好きですか？ヘウンデがいっぱい。うん、綺麗だよね。魔法がかかってる。遊んでみる。今日久しぶりに TGI また来てるんですけど、いつも予約してから来るからこんなに待つとは思わなかった。お台場は思ったよりは少ないね。そうだね、最近も少ない、ね。うん、でも海すごく綺麗だったし満足しました。ぴょぴょ、今日何買った？何ですか？メレちゃん。メレちゃんのおまわりさんのお洋服。あれ、顔がお疲れのようですね。あ、疲れた、ちょっとお腹すきましたね。あ、お腹すきました。ありがとうございます。ぴょぴょ、いがぼえよ。아빠도모르는데짱인데남대모보일때그네포크대타베테네맛있어요뼈뼈이다간배私だけアルコール飲んでごめんね。私も運転してあげたいんですけど、免許取らなきゃ。今年もどうかな。私が早く免許を取らないと。でも取る気ありません。で、ちょっとここまで来る道どうでした？難しくなかった？いや、意外とそんなになんか難しくなかった。なんかその操作法ってそんな変わらない？やっぱりあの同じブランドだとそんな変わらないですね。うん、私は調子悪かったさっき。でもシーツが楽すぎて、おかげさまでゆっくり休むって。おー、좋아。私が最後与えて
ありがとうございます。뼈뼈기는빵만먹어요맛있어고기먹을까고기가얇아졌네아맛있어다이어트했어요잘먹겠습니다너무맛있는데너무맛있어맛있어나여기앉으니까진짜회장님같은데앞에기사님같습니까본의아니게회장님이됐네요나기사님같아네기사님같아요고치수와를것같아ここは駐車場大丈夫でしたちょっと慣れたちょっと慣れたまあ大きいんですよねやっぱりうんあのドアを開けろとも静かですごいうんあのアクアシティが좋은게진짜가게들이좋은데가많이모여있어요トイザラスもあるし TGI もあるしあとね何だっけトイザラスはないしあったじゃんないよあのおもちゃ見に行ったおもちゃ見に行ってどうでしたかわいくないでした反抗期ですねDarling, we might not ever look like those families とにかく静か、うん、あの乗り心地がいい乗り心地がもう最高ですもう本当にこう何こうデコボコもあのやっぱりこうスムースにこう登るはいもうすぐ家に着きます今日は記念日的な車の納車日でした先ほどはちょっと私あんまり体壊すことはないんですけど久しぶりになんか急に頭痛でねちょっとなんかテンションがとても低かったですすいませんでした、はい、今は完全に治ってますこれからね、この新しい車でまた旅する姿をいっぱい撮りたいと思いますでチャンネルもこれからね掲載回数を増やして皆さんにお得な情報をお届けしたいと思いますこっちに座ってたら何よりも乗り心地が、良くなってとても満足しています頑張れですねこれから、安全運転してまたこの車もいいところにたくさん連れていきたいと思います何よりぴょぴょぎもぐっすり眠れてジェイちゃんも満足したようで嬉しいですではここまでですバイバーイ